タイガーの皆さん、はじめまして、古川本舗です。僕自身が、まあ、音楽だけではなくって、ジャケットデザインだったり、そのプロモーションビデオだったりとかのデザイン周りのとかグッズだったりとかっていうのも一通りやるんですね。でその自分のこうアイデアだったりだとか、その自分の、まあ、センスのようなものが、一気通貫して、CD だったりグッズだったりとして並んでる状態っていうのがちょっとこうお店っぽいなっていうのがあって、で、まあ本舗っていうのが、まあ、日本語で言う、まあ、本店とか、第一営業所みたいな感じの、イメージだったんですけど、そのお店のイメージがちょっと自分の中にあってっていう、その音楽だけではなくて、さまざまな方法で自分の世界観であったりっていうのを表現して落とし込むっていうところを名前に入れたみたいな感じですね。なんか割とこう自分がこう古川本舗としている時と、そのまあ普段というか生活している時とっていうのをもう完全に分けていて、自分の中ではで、まあそれはあくまで作ってる時限定だったりするんですけど、作ってる時はもうちゃんと古川本舗さんをやってるんですけど、それがね、喋ったりしてるとまあ素なんでそんな感じになっちゃうんですけども、どうだろうな。やっぱりちゃんとこうその普段のなんだ、今まで3枚目ぐらいまでは割とこう普段の生活とかっていうのを直接的にその音楽に反映させるっていうことはなかったんですけど、割と4枚目からそういうこう境界線がなくなったというか、そういう感じはあるかもしれないですね。まあ割とその本当にちゃんと普段の自分とその古川本舗というものを分けてたので、割ともう本当に普段の自分とは別物であるっていうような感覚だったんですけど、4枚目からはもう割となんかその垣根がなくなったというか、同一になっていったっていうようなところもあるかもしれないですね。なんで割とどちらかというとその喋ったりしてる方がこういうキャラクターの方が普通っていう素といえば素ですね。まずタイトルの方からいくと、2枚目までのやり方っていう、アルバムの作り方っていうのがあって、それがまあ1曲の楽曲に対して1人のボーカリストをつけてっていうやり方で、まあ、割と本当にバラバラなものをまあバラバラのままにこうまとめるというか、バラバラのままの状態でアルバムにするっていうのが2枚目までのやり方で、で3枚目っていうのはその今まそれまでのやり方と変えて菊池亮太っていう1人のボーカリストを軸に据えてたんですけど、それがもうこう割とこう極的なこうバラバラ感というかバラエティ感はありながらも、それをこう一人のボーカリストでまとめるっていうのがこうなんていうんですか、こうそのジャケットの本当スープのイメージだったんですけど、まあいろんな具が入ってるんだけど、その味わい的にはそのスープの味っていうので統一されてるんだっていうようなところだったりをちょっとこう狙って作ってたので、3枚目のタイトルはスープになりました。で自分の、まあ、でもそう3枚目のアルバムを出した時に、日本の大阪でイベントをやった時に、なんていうんですかね、カフェでやったんですけど、そこで本当にこのジャケットのまんまのスープを作ってくれたんですよ。でそれが割となんかクリームスープ系の味だったんですけど、あ、これだこれだという感じでしたね。割と歌詞を作る時って、まあ、僕曲から先に作るんですけど、ギターをこうペタペタ弾きながら、まあ、日本語とも英語ともつかないような言葉でこうガヤーってメロディーを作るために歌ってて、その時にまあなんかこう意味をなす単語っていうのがあったりするわけですよ。こうふにゃふにゃ歌ってる中にもなんかこう意味のある言葉が出てきたりするんですけど、それ自体が割と自分の中ではその曲というかメロディーとコードが呼んできた言葉だと思っていて、そこからこう膨らまして歌詞を書くっていうのが割と普通のやり方だったりするんで、
どちらかというとこうそのなんか表現したい物語世界とかがあってでそれを成立させるために、歌詞を書いて曲をつけてるっていう感覚っていうよりは先に曲が鳴っててこういう音が流れてる、まあ、シーンとかその世界観ってどんなもんだろうみたいなところから膨らましてってるっていうような感じですね。あ、好きですね。と小説とかではないんですけどあの中原中也っていう詩人がいてでその人の歌詞、歌詞じゃないか詩とかはすごい似てますね。それもやっぱり1枚目と2枚目で結構違っ、あ、1枚目と2枚目とそれ以降っていうので、まあ、かなり違っていて、なんかこう1枚目と2枚目までっていうのはですね、例えばこう漫画とかを読んでて、漫画のキャラクターの声が自然と頭の中に流れてることってあってでもそれってまあ具体的な声ではないんですよね。多分こいつはこういう声で喋ってるだろうなみたいなイメージがあってでそれと同じことを割と自分の曲にも思っていてこの曲は多分こういう声の人が歌ってんだろうなっていうのをその何て言うんですかね僕の頭の中にしかない話なんであんまりこう具体的には説明できないんですけどそれを探していく作業っていうのが割と1枚目2枚目のやり方で、その形で成立したものっていうのでなんとなくこうあこのこういう感じの曲はこの声が合うみたいなとかはその1枚目と2枚目でトライアンドエラーで分かるもので、その中で、まあ、菊池だったりその4枚目のアルバムで参加してくれてるちびただったりとかっていうのはこういう楽曲には絶対自分のこういう楽曲には絶対合う声っていう、 こう学習をしてでそれが成立していくっていうような感じでしたね。でそれにどうしても当てはまらないものはもう自分でやるしかねえなみたいな感じでしたけど。曲と全然関係ない PV を作りたかったっていうのがありまして、やべえな、あれを聞かれるのが一番困るけどもう本当にあれはもう曲っていうよりそのミニチュアを動かしたいっていうアイデア一つをいかにして成立させるかっていうところがなんか肝だったんでそれまでは割とサードアルバムの時に作ってたミュージックビデオとかその今回でやった 21g とかっていうのもちゃんとこう曲の歌詞とか音とかとちゃんとリンクしたものっていうのをやっぱ作ってたんですけどそうするとやっぱどうしてもこうなんていうんですかね技法に頼れないというかすごいシリアスに作んなきゃいけないんですよね。まあ、シリアスに作れよっていう話なんですけど、なんかそういうんじゃなくて、なんかこう動かしては楽しいみたいなのをやりたいなっていうのが本当にそれのアイデア一つだけで突破したみたいな感じだったんですけど、どうしてもこう曲の内容にちゃんと沿ったものっていうのを作ると比較的重くなりがちというか、そのなんだろうな、こうお腹いっぱいな感じっていうんですかね。本当構えて見ちゃうというか構えて受け止めちゃうっていう感じがあったりするんで、それはあえてこう全く全然関係ないものを作ることでこう割とさらっと曲が入ってきたりとかさらっと映像が入ってきたりとかっていう風にならないかなっていうのをちょっと考えてたりはしましたね。まあ、まずそのああいうストップモーションの映像を撮ったことはやはりなかったので、もう本当試行錯誤というか、まあ、時間との戦いっていうのもすごくあったんですけど、なんかできる限りこうなんだろうな、その前に撮ってた 21g の PV っていうのが、まあ、割と機材的にもまあちゃんとしたものって言っちゃうと変ですけど、まあ、カメラ的にもちゃんとしたもので撮ってたんで、そうじゃなくてなんかこうちゃんと勢い感というか自分がその作あえてこうその内容とそぐわせないで撮れるものだったので、本当アイディア一つ、イケア一つで撮れるものを作りたいっていうので、もう自分の部屋の中にジオラマを組んで石膏流し込んで壁作ったりとかして、でそれをまあなんか iPhone で無理やりこうジオラマの中に手突っ込んで撮るみたいなとか、そういうなんか割とこう勢いというか、その今これを作りたいんだっていうような勢いだけをひたすらやってたんで、撮ってる最中は非常に楽しかったんですけど、
完成したのが本当にその締め切りの30分前とかそれぐらいのレベルだったんで、それ後半はだいぶ変なテンションになってたというか、なってましたね。されるだろうなと思ってましたね。 むしろ逆にどう受け止められるんだろうっていうのはちょっと楽しみでもありましたね。なんかツイッターとか見ててもこうに違いないみたいなとかあったんですけど、全然そんなこと考えてねえと思う。あ、そうですね、そうですね、面白いこと考えんなと思ってそれで OK みたいな感じにしようかなみたいなのもありましたし、やっぱまあでもいろいろ聞かれましたね。あれはどういうあれだったんですかとか、こういうここの歌詞とリンクしてるんですかみたいな、してるよみたいな。あ、いや、ね、3日ぐらいでしたね。で途中でライブとかも挟んでたので、これ本当に終わんのかなっていうところと、まあ、どんどん部屋は汚れていくわ、それこそ猫飼ってるんですけど、ミニチュアの何匹か猫に食われて行方不明になったおかげでストーリーを変えざるを得なくなったりとかですね。とサードアルバムの時に1曲だけ書きましたけど、普段のはあんまないですね。とりあえず邪魔ばっかされてるあ、もうデレッデレですか。エマとブラウン、うん、